さあ、南さんの力アーマーの相手にどう戦っていこうか。これ倒してもまだあと潤さんとちゃんこさんがいるんでしたっけ？投げを通してトトキナフルヒット、減りますね。歩きダッシュから画面端、大ダメージですね。投げから桂馬フルヒットさせて、お市まで入ると、楓の荒打ちから青龍のダメージ超えるんですよね。まあ伏龍にはさすがに勝てないですけど、青龍のダメージには勝てます。反撃に投げをチョイスする。しかし BCD で止められてしまう。反撃に投げを使う。ああ、桂馬出ない。VIP のレバーと相性が悪いのか知らないが、南さん、なんかようやりますね、桂馬ミス。起き上がってもう打ち入っちゃいますね。着直前のジャンペイガードしたけど、ああ、ダッシュ 2A ガード、おっと、テイク好演習、今のは見えんというか、見てからガードする云々の話でもない気がするが。投げていく。おっと、攻守、裏か。端子反撃。ジャンピー。アルキン家取って。ガード。ああ、ジャンピー。いや、帰ります。行きは新幹線。はい、区内で遠距離からゲージをしっかり貯めていく。ジャンプ C で追い払うが、ジャンプ C に乗っかって、下へスズメ 3B 刺さって、区内、そこにジャンプ C で天野が綺麗に当てていく形。下段接触、下 A 2発から B スズメ、やらしい。受け身はなし、ジャンプ C。さあ、ちょっと、天野がかなり理想的に動いた形か。ジャンプ B。これはガード。裏コッパーが着地手段でガード。さあ、天野がずいぶん前に出てくる。ジャンプ C を盾にどんどん飛び込んでくる。まあ、これで残鉄もゲージ溜まったんで、迂闊に触れようならガーキンが待ってる形ですけど。ジャンプ B。これガード。立ち A、区内、かなり前のめりジャンプなんでコッパー当たらず、着地の隙に 4A からコンボ食らってトキンゲーザーで体力逆転、ジャンプ C で牽制。さあ、ジャンプ B ヒット、ここからコンボ入れて、はい、区内までセットで体力並ぶ。さあ、立ち A とジャンプ C が相打ち。裏コッパが弾かれた。見えてた。さあ、ジャンプ A 飛び込んでいく。いやー、天野のジャンプ C が強い。さあ、BCD にうまくジャンプ A 刺して、コッパまではいけずですが、ダメ的には結構ジャンプ B 入ったんで高めですね。立ち A、隙にきっちり当てて、ジャンプ B から下 C、立ち A、コッパ出ない、水面の隙で投げれず、下 A からスズメ 3B。 さあ、裏コッパー、これは確定、区内2発入れて、
さあジャンプ A、 おっとジャンプ A きっちり読んで桂馬で、ただ斬鉄は姿勢貫いてあとは削る作業と。4本目、ジャンプ A 中心に、おっとコッパガード、さあジャンプ C で追っ払う、ジャンプ A で乗っかるが、さあジャンプ A 区内、ジャンプ A で拒否ってまた逃げる、ちまちまととにかく削っていく、ジャンプ C 画面足で寄ったが前に出す、さあまたジャンプ A でうまく乗っかってコンボ、さあこれ QC も期待できるぞ、区内でまた距離を取って天野が乗っかりに来る、ジャンプ C 強い、画面足歩いた歩いた、なんだ今の同じ今の D ボタンは何なんだ。さあバックジャンプ A、 立ち A、 コッパこれは位置関係で当たらず、コッパこれ上から乗っかられて消化で死んだ、はい、あ紅白戦で初めて負けたわ。対象は犬さん、ジャンプ B 上から潰して残肉構えたし、おっと投げ返した、しかし宮見さんあれなんでああなるんでしょうね、ダッシュ桂馬一回もできたことない自分でもあれは想像ミスらないが、おっと何が見えたダッシュ投げいい選択肢、ジャンプ B 裏から、きっちり決めましたね、まあ、表当てでしたけど今の前C から拾って拾って、ここは生地出ない、受け身見てから立ち B 出してるのかもしれませんね、さあガンガン攻める、止めてジャンシー、ジャンシー、おっと投げ返す、結構投げ返すシーンがありますね、まあ南さん一匹側なんでね、投げと投げがうち、噛み合えれば南さんが必然的にシステム上勝つんですけど、おっとここは手前でいい判断ですね、しかしまた投げる、まあ投げと投げが同じフレームでガスで噛み合うなんてそうそうないと思いますけど、裏からあーっとちょっと地なめで走りすぎたか、しかし最後まで油断できないのは変わりがない、投げてあーまたやっちゃったまたやっちゃったあーまあこうなれば追い近くてですね、さあA で、去っていく、まあ、南さんも相手の反撃が怖いんで迂闊には 2A 置いておけないって感じですよね、きっちり様子見していく、おっとこれはちょっとうまくいかなかったけど、あの独特の連携犬式ってやつですかね、ゲージ貯める貯める貯める、拾って裏から今度こそ決めた、最後は地なめから、はい、ムクロ同キャー戦行ってみましょう、ちゃんこさんのムクロ対犬さんのムクロ、拾っていく、おっと表にいる、あそこで 4A 出すっていうのはなかなか勇気ある行動、地なめで近寄って裏から投げ、まあ打撃が来ると思うんでね、ああいう場面ってああいう投げ結構通りますよね、前 C から裏ジャンピーでかわしていく、
まあ、ああいうミクロみたいなあのめくりの強いジャンプ攻撃持ってるキャラっていうのはね、結構ミクロとしてもあのガーフ連携行きづらいんですよね。裏から投げ、また投げる、よく通る。投げて、ジャンプ B、 直で立ち絵を出さずに直で何に構えたし、弾き噛み合わずにここは、受け身取って回避するが、受け身、あ、弾き見てから投げ、そして最後は 4A。 ジャンピーからフルコン入れて、体力1本普通に減りますからね、ゲージ使わなくても。前Cから、おっと、裏から直で3に行く、安定してますね。4A4A から立ち絵出したい場合は、あのレバー後ろに入れっぱなしして AB 同時中心にすれば普通に立ち絵出るんで、そうすれば残肉構えたちのコンボもそう簡単だと思うんですが、きっちり見逃さない潜在奥義。さあ大将戦、ジュンさんの残鉄対犬さんのムクロ、さあ遠征勢同士の大将戦となりましたが、残肉構えたち、あ、今日ジュンさんでも、あのこれ、あのある意味あの弾き、そう見えてるんですよね。残鉄戦が超うまいって言われる犬さんですが、コッパ区内、立ち絵、コッパ区内、あの位置だとちょっとね、表か裏か分かりたい場所なんですけど、ダッシュからジュンさん、今日結構あの逆転が違うですね、根性値高い。見えづらいジャンプ B から、ジャンプ B 空中ぐらい投げていく、ハゲ星見えてますね。おと、ガーキャン、ジャンプ A、きっちりガーキャンする、ガンガン攻める、おっと受け身狩り、まああれはしょうがないですね。めくっていく、地鍋で吸い込んで、地鍋からおいしい、ガンガン攻めるが、あと弾きワンコン入って、体力リードはジュンさんですが、立ち絵、あー、やっぱりこういう差し合いになると残鉄に分がありますね。ムクロはどうやって、得意 の、 あの近距離戦 4A でガンガン押していけるところに持ち込めるのか、きっちり残肉構えたし、まあ、基本的に残鉄戦はあの残肉構えたしでコンボで締めていくのが安全かと思いますが、特に開幕なんかね、コッパ見え、ここは裏、着地硬直にきっちり残肉構えたち入れて、これで取り返す、両者ゲージがあります。まあ基本的に開幕は両者ゲーガーキャンメインって感じですかね。裏から、ここも着地硬直に、裏コッパー回避して、しかし区内が当たる、まだ安いかな、見えづらいジャンプ B は拒否る、おっとこれは美味しい、ちょっと打撃もあのかわせるような感じの飛び方でしたけど、立ち絵区内で削って
おっと、前しいネタを見せる。おっと、一旦あの立ち上がったように見えましたけど、投げで掴んで最後の一本で決まる。勝チームはどっちだ。前し逆二択でかわして、おっと、くない。コッパ、さあ、しかしこの体力状況どうなる。弾いて、これで体力はどうなる。通常投げ、まだ知らない。ああ、裏から立ち、勝ったな。13、完全優勝ですね。紅白戦勝ったのも潤さん。やっぱり潤さん強いですね。ブランクがいくらあったとはいえ潤さん強い。